5月緑は日本の女性歌手、タレント、女優、画家である、東京都江戸川区出身。母親は山形県船形町出身。東京都立深川高等学校卒業。愛称はお母さん、鎌切夫人。本名面高ふさご、出生名、大野ふさ子。湯河原在住。最初の夫との間に一男一女があり、 プロゴルファーの西川明は長男。元歌手の水沢えり、1967年2月28日体は長女。元プロボーラーの西城正明は実定。女優の小松緑は実妹。孫が4人いる。母方の鳩子の娘にタレントの山本理恵がいる。父の大野房さ郎は、鹿児島県出身で江戸川区平井で大野野野生肉店を経営。 母は山形県船形町出身。父は終戦時に仲間と近所に芝居小屋を建て、昼は肉屋、夜は役者という生活をしていた。八人兄弟の長女、江戸川区の大野製肉店の長女として生まれました。その後12年の間に指定は8人になり、母は大変だったでしょうね。と述べている。6歳から日本舞踊を始め、 8歳で舞台に立ち、父は芝居に厳しくセリフを覚えられないと学校に行かせてもらえなかった。歌が好きで、ラジオの喉の自慢大会などに出たが成績は振るわず、1956年、日本放送、モノマネのど自慢で優勝、審査員だった作曲家の宮城秀夫から歌手を目指さないかと言われ、宮城にところに修行することに、16歳で、 キャバレーでの初舞台を踏んだとき、天才少女現ると話題になり、その際、王のふさしという本名が地味だと、宮城が、さつきみどりという名前を考え、由来は5月だったのでみどりの目が、すくすく伸びるようにと、5月自身も明るく華やかな、名前で気に入っている。1958年11月、お座敷ロックで、レコードデビュー。3年間売れず、 4年目のある日レコード会社の廊下で作曲家の遠藤をのるから君に合いそうな曲ができたお暇なら来てよねと遠藤がその場で歌いその時ビビッと来て私に歌わせてくださいとお願いし1961年5月お暇なら来てね発売それまでの歌手にはなかった愛らしくチャーミングな美貌とともに綺麗なチリメンビブラートを生かしたこの歌は大ヒットとなる 翌1962年には NHK 紅白歌合戦に初出場。その後も1963年、1964年と通算3回連続で紅白出場を果たした。ビデオリサーチ者発足以後のテレビ番組としては史上最高の視聴率81.4%を記録した第14回では自身の1週間に10日後い下少時に 瞬間最高視聴率85.3%を叩き出した。他、忙しくても来てね、明日も来てね、温泉芸者、熱海であってねなどのヒット曲がある。1965年に結婚し、芸能界を引退したものの後に離婚し、芸能界へ復帰。1970年代以降は、タレント、女優としての活動に重心を移す。 1975年には主演ポルの映画、サツキ緑のカマキリ夫人の告白が話題になった。その後、40歳を過ぎても、日活ロマンポルの作品に主演し、若々しい肉体と大胆な演技で世に衝撃を与えた。熟女ヌードの先駆けとも言える。5月は、ロマンポルノのお話をいただき、面白そうとお受けしました。周囲からは白に出た歌手なのにと、 色眼鏡で見られたこともあります。昔から面白そうと思ったことはすぐやってみたくなるの。それに過去よりも現在の自分を見てもらいたかった。父は反対すると思いきや私のヌードポスターを自宅に貼っていました。当時、脱ぐの若い人ばっかりだったので自分で言うのはなんですが熟女ブームの先駆けとなったかもしれないと思います。と述べている。 1976年に番組がスタートしたクイズダービーの初代2枠レギュラーとして出演。勝率は4割6分8厘だった。レギュラー交番後もたびたび5枠のゲスト回答者として出演したが、出題が5月のレギュラージより難しくなったこともあり、勝率は2割台に下がっている。また同番組最終回には、出場者として初代3枠レギュラーの国鉄。 広ロ初代5枠レギュラーのガッツイ始末と共にトリオを組んで登場した。しかし、掛け方が下手だったこともあり、賞金獲得額は0円となっている。1984年にテレビドラマ、昨日、日別でに、主人公の母親役で出演。これは5月が徹子の部屋で、最初の離婚による二人の子供との辛い別れの話をする機会があり、それを自宅見ていて、 倉本総が執筆中のドラマの主人公の母親役は、この人しかいないと思って、直接オファーをもらい、涙を浮かべながら微笑んで、淡々と辛い体験を語る姿が印象的だったという。1989年には二家店入選。個展を開催したこともある。三つ間、老いがつおつゆの CM で、当時長男の妻、菊池桃子との共演も行った。現在は、 着物のデザインやティッシュボックスの制作などでも活躍している。また、1997年10月から2007年3月に日本テレビで放送された伊藤家の食卓の母親役でもおなじみであった。2007年1月には大相撲の初場所14日目にため席で観戦しているのがテレビカメラに大きく映っていたのにもかかわらず、中継では一切触れられなかった。 これまで三度結婚したが、いずれも離婚。最初の相手は、審査会プロダクション社長の西川幸男、数を数めを設ける。しかし、西川の前妻とのこの西川県の存在や、価値観の違いや社長夫人という立場に耐えきれず、1971年に離婚。年の離れた夫は厳しい人で DV などに発展し、約6年で離婚に、その条件が、 子供を置いていくことだったので辛かった。子供に会いたくても夜も眠れず、家の近くに何度も行っては泣いて、でも徐々にたとえ会えなくても子供が生きていてくれることが幸せだと思うようになりましたと述べている。二番目の相手は日本テレビディレクターだった、お高た義。まさメンダカが5月がレギュラー出演していた金曜10時。噂のチャンネル。 のディレクターだったことから恋愛に発展し、1976年に結婚。結婚式での馬車に乗っているシーンは、今でもメンダカの顔にモザイクがかかった状態でよくテレビで放送される。奇妙な夫婦として有名で、お互い浮気告白をワイドショーや雑誌で幾度か行っている。1984年に離婚。離婚会見に揃って出席し、 会見中5度もキスしたシーンも今でも時折テレビで流れる。離婚の原因は面高の金銭トラブルによるもので、このために無断で5月の財産を使い込み、アメリカにあった自宅も手放さざるを得ない状態になってしまったためという。これがなかったら別れることはなかったと語っている。1985年に歌手の立花一と結婚。三度目の結婚も、 去ることながら、相手が20歳年下ということも手伝って、テレビや雑誌が大いに賑にわった。結婚当時、女性週刊誌で、立花淳一にお風呂に一緒に入ろうと誘われるが、恥ずかしくて裸を見せられないと言っている。結婚会見時に、今度こそは添い遂げますと宣言するも、2年後の1987年に離婚。前回の離婚会見とは、打って変わり。 本当は結婚して2週間後に女がいるって分かったんですけど、今度は3度目だし、私も後がないと思って、なんとか我慢しようと思ったんですけど、と大号泣。その際、1年間男たちして、本業の歌手に専念すると発言し一筆記した。この時の映像もよくテレビで流れる。ところが離婚直後に、立花は五月宅から退去する引っ越し作業中に、転倒して、 複雑骨折し、仕方なくその後しばらく5月が彼の面倒を見て、いたとのことである。立花との離婚後はマネージャーで5月企画代表取締役の、いつみ文体から、僕が企業一生支えると告白を受け、事実婚状態にあることを、事実上4番目の夫、20年ですからね、どの夫たちよりも長い。ちゃんと結婚しないから長続きしているのかもしれない。 などと発言思考にしている。日本コロンビアクラウンレコードミノルフォンレコードポリドールレコードテレビドラマバラエティ番組。ありがとうございます。